皆さんこんにちは、こんばんは。今回はディスクロスガム2が出たので買ってきました。では今回はね、この私の好きな赤髪ゴッドがいるということで、これは絶対欲しいです。あと今回はこの、私ゴジータ派なんですが、このベジットもかっこいいので欲しいなと思います。さて今回は5つ買ってきたんですが、ラインナップ見てみましょう。こんな感じです。バトルディスクロスがベジータ、オーザルト、人造人間16号、キビトシンの3種類で、ライジングディスクロスの方はあのスーパーサイヤ人ゴッド孫悟空と、ゴールデンフリーザ、スーパーサイヤ人ベジット、この3種類がホロ仕様になっていて、あとは普通のベジータと悟空とセル完全体魔人ブー全になってます。いやー、この一番の狙いはこの悟空ゴッド悟空なんですが、いやー、このベジットも欲しいし、あとセルの完全体ってめっちゃイケメンなんで欲しいな。あとは魔人ブー全も好きだし、あと悟空もいいかな。ほとんどだね、全部だ。ということで、じゃあ早速開けていきましょう。まず一つ目、まずはソーダ味のガム入ってます。これ毎回一緒ですね。はい、では1枚目は、おお、セル出た、イケメンセル完全体。まずは欲しいと言っていた1つ目、セル完全体出ましたね。いや、完全体になるとやっぱイケメンですね。この前の段階はちょっと好きじゃないですけど、このライジング人力400って強いんですかね。ここにレベル1って書いてある。2つ目、さて2つ目、じゃーん、おお、来た来た、ベジータ。2つ目はベジータ出ました。サイアンって書いてあります。でレベル1は一緒ですね。で人力は500、さっきのセルが400だから100多いんですね。3つ目、そろそろ来るんじゃないか。3つ目はじゃーん、わー、4つ目、いやー、前回の1の時の開封が良かっただけに、今回はもしかしたらちょっとダメかもしれない。じゃーん、わー、人造人間16号って、これ確かバトルディスクロスだったかな。4つ目はバトルディスクロスの人造人間16号でした。いや、人力が1200っていうことは結構強いのかな。最後になりました。最後にかけるしかない。最後いきます。あー、キビトシンだ。キビトシンは人力1200で、この16号と一緒ですね。あとバトルディスクロスとライジングはこの青と、このあれなのかな、オレンジなのかな。まあいいや。これ今回はすごい残念ながら、もう一個もホロ仕様が出てないということで、もうすごい悔しいな。あのたくさんあった中からもうちょこちょこつまんで、前回と同じように取ったんですけど、いやー、前回が良かっただけに今回すごい悔しいな。ということで、いや、赤髪ゴッド欲しいので、いや、また買ってきます。また買ってきて、また開封動画2をアップしたいと思います。それでは